おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も嘘つきゲームまさき編やっていきたいと思います。なんか実況撮り始めて速攻でエアコンのなんか強度が強くなったんですけど、強度が高くなった、そうだよね、強度が高くなったっていう言葉が正解だよね。すいません。ということで、CM 見てきたので、続きからやっていきたいと思うんですけども、前回でね、終わる終わる詐欺をやめたので、まあ、もし今回、次に続いたとしても、まあ私は、詐欺してないよってことで、許してください。ってことで、やっていきましょう。まさか、ここでも殺人をしようとするなんて。早く、どこかに隠れないと。くそ、あいつどこに逃げたんだ。ガタン。ん？その時下の方から物音が聞こえてきた。あいつ下の階に逃げたのか。調子に乗って僕を問い詰めてきたくせに、今となっては怖くて逃げ惑うだけ。早くあいつを殺そう。そして僕は彼女の後を追って地下に降りた。あいつ、どの部屋に隠れたんだ？耳を澄ますが何も聞こえない。まあいい。地下には部屋が三つしかないんだ。きっとすぐに見つかる。とりあえず人形部屋から探すか。僕は人形部屋に向かって歩いた。そして人形部屋に入ろうとした瞬間だった。ガタン。ほう。突然別の部屋から物音が聞こえた。今の音、別の部屋からしたか。あいつが隠れたのは人形部屋じゃないのか。地下にある他の部屋は倉庫とプレイルーム。逃げ込んだとすれば、いやなんかさ、死んでたのはさ、プレイルームじゃん。だけど、倉庫の方がさ、逃げやすくない？って思うんだけど。倉庫の方が隠れるとこ多そうだと思うので、倉庫かな？倉庫に行こうか。隠れたとすれば、倉庫かな？僕は倉庫に向かった。そして倉庫部屋の前に着くと、扉を開けて中に入った。しかし、倉庫の中に、人影は見えなかった。あら。誰もいないのか。いや。きっと、この中のどこかに隠れているに違いない。僕はそのままゆっくり中に進んだ。聖子さん。さっきはごめん。もう一度話をしようよ。何の返答もない。出てこないなら僕の方から探すよ。君がここに隠れているのは分かってるんだ。僕はただ、君と話がしたいだけだよ。ねえ、いるんでしょ？僕はただ、君と話がしたいだけだよ。ねえ、いるんでしょ？無視か。まあいいよ。それじゃあ、君を探すね。僕は人が隠れられそうな場所を一つずつ探し始めた。どこに隠れてるのかな。この箱の中かな。ガチャ。いないか。聖子さん、このまま隠れていてもすぐに見つかっちゃうよ。隠れられそうな場所は限られてるんだ。コツコツコツと少々。プス。それじゃあここか。ガチャ。ここにもいない。となると
他に隠れられそうなのはあと一箇所。コツコツコツと少々。聖子さん、今ならまだ許してあげないこともないんだけど、僕に協力してくれないかな。最後まで無視か。じゃあそれが君の答えということだね。君はもうここでおしまいだ。さようなら。ガチャ。いない。一体どういうことだ。この部屋に他に隠れる場所なんて。その時だった。だ。お、走り出したな。ガチャン。おお。扉が勢いよく開いた音に驚き、慌てて後ろを振り返った。そして一瞬で悟った。しまった、あいつは扉の裏に隠れていたのか。くそ、他にも隠れる場所があったか。僕は慌てて追いかけた。あいつかなりやばい。早くどこかに逃げないと。だだ。めっちゃ走るね。待てよ、何必死に逃げてんだよ。気持ち悪い。なんだ。だ。どこか隠れる場所は。ガチャ。やっと見つけた。ねえ。もう逃げられないよ。あなた、私を捕まえて何をする気ですか。そんなの聞かなくてもわかるでしょ。君は僕の秘密を知ってしまったんだ。僕はここで君を逃がしたら明日死ぬんだ。待って。もう遅いよ。君は僕を怒らせた。そして愛美と僕の関係を嘘だと言った。それはもう終わりだよ。僕は彼女の首に手を伸ばした。そして彼女の首を締め上げた。手に伝わってくる彼女のぬくもり、それが愛美のことを思い出させる。必死に抵抗しようと僕の腕に爪を突き立てた。しかしその抵抗も虚しく、徐々に力がなくなっていった。そして聖子さんは死んだ。君がいけないんだよ。そこには動かなくなった聖子さんが横たわっていた。これで僕が殺人を犯したことを知っている人はいなくなった。聖子さん、君がいけないんだ。君が調子乗ったこと言うからさ。勢い余って殺しちゃったじゃないか。まあこんな女どうでもいいか。君が死んでこのゲーム少しは楽にクリアできそうだよ。さあこれからどうしようかな。さすがに死体をここに置いてたらまずいよね。この建物は狭いんだ。隠してもきっとすぐに見つかってしまうし。そうだ、あいみさんと同じようにこいつも自殺に見せかけるか。
警察も騙せたんだ。きっとうまくいくはずだ。そして僕は彼女が自殺したように見えるように偽装工作をした。自殺に見せかけるために遺書やロープを用意し、朝まで誰も来ることがなさそうなプレイルームに彼女を吊るした。これで偽装は全て完璧だと思った。しかしその日の嘘つき会議で、僕の犯行は記憶喪失の男によって見破られてしまった。偽装工作は不完全だった。聖子さんの遺体から首吊りの跡を見つけた彼は、聖子さんが自殺でないことを見破った。そして聖子さんが隠し持っていた僕の証拠を見つけ出した。そこから愛美を殺したことも、聖子さんを殺したこともバレた。証拠が完璧に出揃った状態では、僕は言い逃れができず、そのまま僕の処刑が確定した。おーい。そして僕は彼らに全てを話した。しかし誰も僕のことを理解してくれる人なんていなかった。やっぱり誰も僕のことなんて分かってくれないんだね。あんた最低ね。ストーカーした上に人を殺すなんて。ミクちゃん。いいんだ。どうせ僕のことを理解してくれる人なんて、あゆみさん以外いないんだから。あんた、本当にヤバいやつだったのね。まさきくん。君のせいで、いや、君のおかげで、ようやくこの世界とお別れできそうだよ。あゆみのいない世界で、生きても意味なんてないと思ってたんだ。君たちは僕を殺したらこのゲームが終わると思ってるかい？それは、僕も君たちと同意見だよ。そして君たちがそれを一番分かってるんじゃないのかい？あ、そうだ。最後に一言いいかい？なんだよ。君は僕と同じ匂いがするよ。匂い？どういう意味だよ？そのうちわかるさ。さあ、ピョートル。処刑の時間だろ？かしこまりました。それでは処刑を開始いたします。第3回処刑。主演、桐谷正樹。どういう処刑方法だったっけ？ああ、ポコポコ首落とし。そうか、これあれか、だるま落としみたいな感じでやるやつだっけ？タップ？は？え、何？どういうこと？私がタップして、まさきくんを殴り殺していくってこと？マジ？ちょっと、嫌だな。嫌だなと思いつつ指が止まらないけど。でもちょっとずつなんか、じわじわとやっていくよ。よーし。あと3個かな。あと2個。よーし。ちょっとやだな。これ最後は私じゃないの？もしかして。待って、苦しそう。ごめん、まさきくん。君、顔はいいからな。でも、さよなら。怖い。やだ、押したくない。よし、行け。
あーやだ、なんで動画化してんのここ、ちょっとやだよ、なんかリアルになるじゃん。あーブランブランしちゃったよ。ということでまさきくんが死んじゃったと。はあ、あー終わり、エンド。はい、ストーリー解放、遊んでくれてありがとう。はい、ツイートはしません。で、あ、アンケートも、うん、今は答えませんと。遊んでくれてありがとうございます。いやー、こちらこそ、いやー、ストーリー解放嬉しかったです、ありがとうございました。ということで、まさき編、嘘つきゲームまさき編でした。いやー面白かったな。なんだろう、こう登場キャラクターの視点っていうのもやっぱさ、その主人公視点とまた全然違うから、どういう思いでこういう行動をしてたとかっていうのがわかるから面白かったね。あー大地さんとかもちょっと出てきてほしかったな。ちょっとそろそろこのデブ声をやりたくて仕方ないんですよ。だからまたこういうキャラクターが出てきて、この声をできることを望んでいます。ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また別の実況動画でお会いしましょう。それではおつぴよでーす。